ゆっくりマリサと、ゆっくりレイムの、速報ゲームニュース。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりレイムだよ。全員任天堂で、大きな動きがあったな。任天堂がついに VR を発表したやつね。任天堂ラボ VR キット、だね。VR モードの対象年齢は、7歳以上、とのこと。6歳以下は VR モードの使用をお控えくださいとなっている。開発者視点で言えば、もうメーカーは半年以上前から開発しているわけだから、これからのソフトに期待ね。そうだな。こうはならないと思うけど、発売日は4月12日、価格は標準パッケージが7980円、同梱さ有梱が2つに限定された、任天堂ラボ VR ストプリット版が3980円。これからゲーム業界のニュースがいろいろ出てくるから、たくさんの情報をお届けできればと思うわ。チャンネル登録と高評価頼むぜ。次回をお楽しみに。